バスセンター前駅は札幌市中央区南一条東四丁目にある札幌市営地下鉄東西線の駅である。駅番号は T10。南台2の下にあり、地下歩道とホームはこの通り沿いに東西に伸びる。出入り口の数は10で、東西の橋の出入り口の間の距離は約500メートルある。西の出口はバスセンタービルの中にある。 地下歩道はその西の大通駅までつながっている。ホームは一面二線の島式で、改札は西、中央、東の3カ所。当駅の駅名にやや反して、ホーム出口からバスセンターまでの距離は比較的長く、東方線、大通駅から歩いても、あまり所要時間は変わらない。札幌市営地下鉄の島式ホームの駅では最後にエレベーターが設置された。エレベーターは、 ホームと中央改札口の間に1機、コンコースと地上の間には9番出口に1機が設置された。これに合わせて男子トイレと女子トイレの間に新商社用トイレを新設し、エレベータと同じく共用を開始した。大通バスセンタービルに直結しており、隣の大通駅とは地下歩道、札幌地下街、オーロラタウン経由でつながっている。また、大通駅から、 札幌地下街、ポールタウン経由で南北線、すすきの駅へも地下を通っていくことができる。さらに2011年3月12日に札幌駅前通り地下歩行空間が開通し、札幌駅へも地下を通っていくことができ、JR 札幌駅にも札幌駅からアピア経由で行くことができる。白石方に豊平川の異常出水の際に、 ホームの水没を防ぐための防水扉が設けられている。札幌市交通局によると2019年度の1日平均乗車人員は9752人であった。大通バスセンター及び北海道電力本社ビルと地下通路で直結する位置にある。周辺は先に述べた北海道電力をはじめとする業務ビルが多いが東に行くと住宅も多くなる。 駅の西には、創生側を挟んで、札幌テレビ塔が建っている。この塔を含んで西方が、大津公園である。東の出入り口からは、豊平川をまたぐ一条大橋が近い。地下乗り場札幌市中央区南一条東一丁目に、駅直結の大通バスターミナルを設置している。停留所名は、一般路線バスは、バスセンター、北斗交通と宗谷バスは、 大通バスセンター、北海道バスは、大通バスセンター前、1976年6月10日、全面共用開始。乗り場は1階と地下に分かれており、トイレのある中地下階で結ばれている。バスセンター1号館1階に、北斗交通の案内、発見窓口及び待合所が設置されている。また1階待合所付近の道路上にもバス停が設けられている。 バスセンター内乗り場と路上停留所を合わせたバス発着本数は2018年12月現在平日1日あたり334便。地下乗り場にはバス発車案内装置が設置されており、バスが乗り場に停車している間は乗車工場の発車ランプが点灯し自動放送が流れる。各乗り場の乗車口には自動ドアがあり、 バスが乗り場に停車している間のみドアが開くようになっている。また、在庫表示装置、バス営業所から直接案内放送を流すことができる遠隔放送装置が設置されている。バスセンター1階の乗り場は、札幌市営バスが中心に乗り入れていたが、地下鉄延伸に伴う路線再編の影響もあり、減少。一時は、地上乗り場に発着するバスが存在していなかった。 現在は、地上乗り場は、各都市間バスのみ発着しており、バス通路を挟んで向かいに、北都交通の窓口及び、待合所を設置して運用している。また地上乗り場のスペースの一部は改装され、成功マートの店舗となっている。地下階の乗り場も8レーンまで存在したが、フロアの半分ほどは閉鎖されており、立ち入れないようになっている。2019年、 札幌市は施設の老朽化や他のバスターミナルの再整備などから大通バスセンターの廃止の検討に入った路線は2020年12月1日現在詳細は事業者記事を参照ありがとうございます